戦協定である国連軍を代表して、アメリカ陸軍のウィリアム・ハリソン・ジュニア中将と、朝鮮人民軍及び、中国人民志願軍を代表して、南日大将の署名後、国連軍総司令官のマーク・ダブル・クラーク大将、中国人民志願軍司令員の宝徳会と、朝鮮人民軍最高司令官の金日成も、署名した。日本語による正式名称は、 朝鮮における軍事休戦に関する一方国際連合軍司令部総司令官と他方朝鮮人民軍最高司令官及び中国人民志願軍司令員との間の協定。休戦協定は1953年7月27日に署名され最終的な平和解決が成立するまで朝鮮における戦争行為と あらゆる武力行使の完全な停止を保障すると規定した。しかし最終的な平和解決は2021年でも未だ成立していない。署名された急戦協定は朝鮮半島に事実上の新たな国境である軍事境界線を生み出し戦闘を停止させ捕虜の本国送還を終了した。軍事境界線は戦争前に 南北朝鮮を隔てていた38度線から、相当遠くないところにある。1950年12月半ばまでに、アメリカ合衆国はすでに朝鮮戦争の終結を見据え、休戦の条件を策定していた。米国が望んだ協定は、戦闘を終結させ、戦闘の再開がないことを保障し、国連軍部隊の安全を守ることであった。アメリカは、 あらゆる合意を監視する双方から成り立つ軍事急戦委員会が必要だと決定した。双方に朝鮮において陸海空軍の部隊や兵員を増強する行為をやめ朝鮮に存在する軍備増強を防ぐ協定が必要であった。アメリカはおおむね幅20マイルの非武装地帯を設けることを望んだ。協定はアメリカが1対1で交換すべきと考える。 捕虜の問題にも触れることになる。休戦のための交渉は1951年5月2日、アメリカの外交官とソ連の国連代表、ヤコフマリクが接触し、その後アメリカ側はジョージ、常時会ナンを窓口として、米ソ間で開始された。休戦の可能性を秘めた交渉が行われる一方で、大韓民国の李承万大統領は1951年五月後半から六月前半に、 かけて、いかなる平和会談をも拒否していた。韓国は、王力港に向けて進軍するために軍を拡張し、完全に南北を統一すべきだと考えていたためで、ある。国連軍はリを支持しなかったが、国連軍の支持がなくとも、リと韓国政府は、王力港の短期戦における停滞を打破すべく、大衆を動員する大規模キャンペーンを開始した。別の韓国当局者は、 理の希望を支持し、国会もまた満場一致で独立、統一した国家に向けて戦いを続けようという決議を採択した。これに対しアメリカは韓国に米軍を駐留させ、朝鮮民主主義人民共和国による武力難進を防ぐための米韓相互防衛条約の締結を交換条件とし、韓国政府を説得し続けた。朝鮮民主主義人民共和国の指導者、 金日成首相もまた、李正万と同じく完全な南北統一を求めていた。しかし、戦線が到着し、人的物的損失相当数に上るにつれて、急戦交渉へと傾斜していった。急戦協議会指示には、これを指示するまでに時間がかかり、1951年6月27日になってそのスローガンを、敵を海に追い落とせから、 敵を38度線に追い払いに変更した。中華人民共和国は1950年10月25日、毛沢東共産党主席の主導により、法徳会軍事委員会副主席が指揮する中国人民志願軍を参戦させ、中朝連合司令部によって中国と北朝鮮の指揮を統一した。同年12月16日、中国の外交官を治む県はアメリカにおける、 記者会見で外国軍の撤退、アメリカ軍の台湾海峡からの撤退、中国の国連加盟の3つを要求している。これが当時の中国の休戦条件と見られたが、アメリカ側には受け入れがたいものであった。しかし、1951年4月の志願軍による春季攻勢が頓挫し、6月には戦線が膠着したことで中国もまた交渉へと傾いた。 中国と北朝鮮を広報支援し、戦争を後押ししたソビエト連邦のヨシフ・スターリン党書記長兼首相は、急戦に消極的であり、急戦協定が締結された当時もスターリンの死後だった。スターリンは戦争継続こそが共産側に有利であり、中国が近代戦を学ぶことができ、また第三次世界大戦を引き延ばすことに利用できると考えていた。 しかし、1951年6月10日、高校と近日政が揃ってモスクワに飛び、6月13日のスターリンとの会談で説得したことにより、ようやく休戦協議に同意を与えた。休戦協議の責任は、毛沢東に委ねられ、最重要問題に関しては、クレムリンの忠告を仰ぐこととした。1951年6月23日、 ソ連の国連代表マリクは、ラジオ演説において、休戦協議を提唱し、これが大きなきっかけとなった。その一週間後、マシューリ・ジウェイ国連軍総司令官が、近日政と報徳会に休戦交渉を提案し、中朝連合司令部側がこれを受諾したことで、交渉開始への段取りは急テンポで進んだ。韓国は依然として、休戦に反対していたが、協議には、 代表を送った。1951年10月11日の大佐級協議休戦合意をめぐる協議は、韓国の国境近く、公海北道に位置し、北朝鮮が占領する都市会場で1951年7月10日に始まった。交渉の最高責任者は、北朝鮮副首相兼人民軍総参謀長南美大将と米国のチャールズ・ターナー・ジョイ中将であった。 2週間後の1951年6月26日、5項目の協議事項が合意された。この合意事項は1953年7月27日に休戦協定に署名するまで協議を主導した。協議事項の採択挑戦における敵対行為の中止のための基本条件として、非武装地帯を創設するために双方に軍事境界線を固定する。 停戦や休戦を実行するための監督機関の構成や権威、機能などの挑戦における停戦や休戦を現実のものにするための具体的な協定捕虜に関する協定双方の関係各国政府に対する韓国協議事項が決まると会談はゆっくりと断続的に進行した。最も長い中断は1951年8月23日に始まった。この日、 夜明け前に北朝鮮とその同盟国は会場の会議場が爆撃されたと主張した。北朝鮮は国連軍が直ちに調査を行うよう求めるとともに国連軍が実際に会議場を攻撃した証拠があると結論づけた。しかし証拠は捏造されたものと思われた。共産側はその後日中の調査を拒否した。休戦協議が再開したのは 1951年10月25日であった。アメリカは、会談を会場で行うことを認めることはなかった。南北朝鮮を隔てる、軽軌道にある反問店が、当事者により双方の安全が守られる条件で、平和協議の新たな場所として合意された。南北朝鮮の境界をどこにするかという難しい、問題のゆえに、会談の進行はゆっくりとしたものであった。 中国と北朝鮮は北緯38度に残る線は妥当と考え、これを要求した。しかし数週間で双方は当時実際に退治していた、カンザス線で合意した。休戦協定が調印された建物、現在は朝鮮民主主義人民、共和国平和博物館となっている、保虜総関をどのように行うかが交渉の問題でもあった。共産側には1万人以下。 国連軍には15万人の捕虜がいた。中国人民志願軍と朝鮮人民軍を及び国連軍は PVA 特派の多くの兵士が送還を拒否したために送還方法で合意できず中国と北朝鮮に受け入れられなかった。最終的な休戦合意では送還問題を処理する中立国送還委員会が設立された。合意により 国際的な委員会による監視が行われた。また、兵員や新たな兵器が朝鮮に流入しないよう、半島全土で活動する中立国監視委員会が設立され、そのメンバーは共産側が指定したチェコスロバキアとポーランド、国連側が指定したスウェーデンとスイスで構成された。急戦に懐疑的だったスターリンが死去した1953年3月から急速に交渉が加速し、 1953年7月19日に、休戦に関する、あらゆる問題について、合意に達した。1953年7月27日午前10時、休戦協定は朝鮮人民軍代表権中国、人民志願軍代表何日と、国連軍代表ウィリアム・ケイ・ハリソン・ジュニアにより、署名された。 署名から1 0日間後に休戦協定は発行した。また、同日午後山里近郊の基地において国連軍総司令官マーク W ・クラーク大将により正式署名された後、近日政と法徳会のもとに送付され、その署名を経てすべての手続きは完了した。休戦協定は本協定、地図及び付属協定から構成された。また、 協定の成分は、等しく、効力を有する英語、朝鮮語、および中国語の三カ国語で作成された。署名前の休戦協定テキスト署名された、休戦協定には、双方の指揮官により行われることになる、すべての部隊による朝鮮における、全戦闘行為の完全な停止が規定されていた。これにより、本質的に完全な休戦が実行された。しかし休戦協定は、 停戦に過ぎない。朝鮮戦争が正式に終わったことを示す、平和条約は署名されていない。事実上の国境北緯38度に対する軍事、境界線不山収容所の中朝軍捕虜、休戦協定第一条により、南北朝鮮を分断する全長155マイルの軍事境界線が設けられた。軍事境界線は南北朝鮮が調印当時に事実上退治していた。 カンザス線を引き継いだものである。さらに、この境界線から、両軍は2トルを交代させ、幅2.5マイル、面積約907平方キロメートルの、この対象地帯を非武装地帯に定め、軍事的な干渉地帯とした。MDL は、現在世界で、最も軍事的緊張の高い国境になっている。急戦協定は捕虜に関する規定も設けた。合意では、 この合意が発行してから60日以内に、いかなる妨害を受けることなく当事者は直接捕虜の送還を行い、まとめて捕虜にした側に送還を求める捕虜すべてを引き渡すと規定した。結局、北朝鮮や中国の兵士2万2000人が送還を拒否した。一方、韓国の兵士320、上記の規定に加えて、急戦協定は、 南北朝鮮の関係各国政府に対し、休戦協定が署名され発行してから3ヶ月以内に、朝鮮半島からのあらゆる外国軍の撤退問題及び、朝鮮問題の平和的解決などを交渉によりそれぞれ解決すべく、それぞれに任命された代表による、双方間のより、ハイレベルの政治会談を開催するようにと勧告した。しかしアメリカは、 先の韓国政府との合意に基づき1953年10月1日に米韓相互防衛条約に署名しており、1954年4月に開かれたジュネーブにおける政治会談は外国軍撤退問題で成果のないままに破局した。一方で中国は1954年9月6日に人民志願軍の撤退を発表した。 撤退は1954年から1955年の第1期と1958年の第2期に分けて段階的に実行され、1958年10月26日に全軍の撤退を完了させている。休戦協定に署名してから60年経った2013年、朝鮮問題の平和的解決が行われずに放置され、米軍は依然韓国に駐留している。 急戦協定に署名したことで平和条約が存在しないにもかかわらず戦争は終結したとみなされている。3年の戦争にもかかわらず朝鮮半島に引かれた境界線がほぼ同じ位置にあることに見られるようにあまり変化はなかった。北朝鮮や中国が朝鮮戦争に勝ったと主張する一方でアメリカは引き分けたとみている。 メディアを再生する1958年のアメリカによる朝鮮への核兵器配備休戦協定第13節は南北朝鮮が損傷を受けたり使い古した装備の再配備以外には朝鮮半島に新しい武器を持ち込むべきではないと規定していた。1956年9月アメリカのアーサー・ W ・ラドフォード統合参謀本部議長はアメリカ政府内部で アメリカの軍備増強として、朝鮮半島に核兵器を持ち込むことになると主張し、アメリカ国家安全保障会議とアイゼンハワー、大統領の承認を得たものの、急戦協定第13節では、核兵器とミサイルの朝鮮半島への持ち込みが禁じられていた。そこでアメリカは、国際連合の有料にもかかわらず、急戦協定第13節の廃棄を一方的に言った。 1957年6月21日の在朝鮮国連司令部軍事休戦委員会の会合でアメリカは北朝鮮代表団に国連軍はもはや休戦協定第13節に対する義務を負わないと表明した。1958年1月、各武装した MGR-1 と M65 280mm カノン砲が 韓国に配備され、1年後に中国とソ連を射程距離に捉えた核武装した MGM-1 が加わった。アメリカは北朝鮮が第13節に反して新たに武器を導入したと考えたが、公に特に声明を行わなかった。北朝鮮も1953年8月から1954年4月にかけての中立国監視委員会査察団の報告を 引用しながら先にアメリカが新たに武器を導入したと考えた。北朝鮮は第13節の廃棄を急戦協定行為を破壊し、朝鮮半島をアメリカの核戦争地域に持ち込もうとするものだと非難した。北朝鮮は核攻撃に対抗できる大量の地下要塞を建造することで軍事的に応え、核兵器の使用で同様に韓国軍と アメリカ軍を危険にさらせるので、通常戦部隊を転戦させた。1963年、北朝鮮はソ連と中国に核兵器を開発する手助けを求めたが、拒否された。第13節の廃棄により、中立国監視委員会は大いにその機能を失い、主に少人数の職員を DMZ に置く事務所になった。1975年、 国際連合総会は休戦協定を平和条約に置き換えることと国連軍を解散することが望ましく支持するとの決議案を採択した。1987年12月、休戦協定の平和協定への転換などを北朝鮮がソ連のミハイル・ゴルバチョフ初期長を介して米国に提案したが、前月の大韓航空機爆破事件を理由にロナルド・レーガン米大統領は拒否した。 1996年10月、国際連合安全保障理事会は、国際連合安全保障理事会議長声明により、新しい平和体制に置き換わるまで、休戦協定は十分に遵守すべきだと要請した。アメリカと中国、休戦協定に署名した2カ国を含む合意により、休戦協定はもはや効力がないとするしさは、事実上否定された。 1997年12月から1999年4月に、2000年10月、朝米共同コミュニケでは休戦協定を強固な平和保障体系に変えるために4者会談など様々な方法を認めることで米国と北朝鮮は一致した。2007年、第2回南北首脳会談で採択された10.4宣言の第4項に、 当時のムンジェイン推進委員長によって、休戦協定の署名国である、米国、中国、北朝鮮の3カ国、または、朝鮮戦争の交戦国の韓国、北朝鮮、米国、中国の4カ国で、終戦宣言と平和協定を目指すことが盛り込まれ、当時の韓国のロブゲン大統領がこれを打診した際は、ジョージ・ W ・ブッシュ米大統領は快諾するも、 中国の古今東国家主席が応じなかったことで実現しなかった。2018年3月、中国の習近平国家主席が、米国、中国、北朝鮮、韓国の4カ国による平和協定を含む新たな安全保障の枠組みを米国に呼びかけたが、ドナルド・トランプ米大統領は賛否を示さなかった。同年4月、トランプ米大統領は韓国が南北首脳会談で、 急戦協定の平和協定への転換を目指す、意向であることを歓迎すると述べ、2018年南北首脳会談では、平和協定の締結を目指して、恒久的な平和構築に向けた南、北、米3社、南、北、米、中4社会談の開催を積極的に推進する、ことで、韓国の文在寅大統領と北朝鮮の金正恩、委員長は一致した。 2018年6月12日、トランプ米大統領は史上初の米朝首脳会談後の記者会見で平和条約には中韓も署名してもらいたい。中国と法的には問題があっても韓国も加われば素晴らしいと述べた。2019年1月1日、金正恩委員長は朝鮮中央テレビで休戦協定の当事者らとの緊密な連携のもとに 朝鮮半島の現在の休戦体制を平和体制に転換するための多国間交渉も積極的に推進するとする新年の字で述べた。北進を前提とした大規模軍事演習を在韓国連軍が実施したことなどにより、北朝鮮側は1994年、1996年、2003年、2006年、2009年、2013年の 少なくとも6回にわたり、もはや休戦協定に束縛されないと表明している。2009年5月27日、北朝鮮はもはや休戦協定に、効力はないとみなすと表明した。2010年には、天安沈没事件や北朝鮮の延べつ島砲撃事件という2つの別個の騒乱があった。2013年、北朝鮮は休戦協定は、 過渡期の手段であることを意味すると主張した。北朝鮮は平和条約の代替物となるいくつかの提案を行ってきたが、アメリカは真剣には取り合ってこなかった。在朝鮮国際連合軍事急戦委員会と中立国監視委員会は長らく休戦協定の管理機能を失っており、事実上排除されてきた。北朝鮮はアメリカと韓国のキーリゾルブとホールイーグルが 挑発的で核兵器とともに北朝鮮に脅威になると考えている。中央日報は核兵器を搭載したアメリカ合衆国艦船が演習に参加していると報じてペンタゴンは韓国上空を飛行する B-52 が韓国にとって核の傘であることを再確認していると公式に表明した。2013年3月北朝鮮は 南北間の国境や南北ホットラインを閉鎖するといった挑発行為とともに韓国との不可侵条約を全て廃棄すると表明した。北朝鮮は先制核攻撃を行う権利があると主張した。国際連合報道官は休戦協定は国際連合総会で採択されたものであり、南北朝鮮のいずれかが感情的に破棄できるものではないと主張した。 2013年3月28日、アメリカは韓国で実施中の軍事演習に参加するために b ナステルス爆撃機2機を派遣し、爆撃演習場に訓練弾の投下を行わせた。この作戦はアメリカから韓国に向けての b に、最初の無着陸往復作戦であった。この作戦に続いて北朝鮮国営メディアはアメリカを標的にして、 攻撃できるよう配備されたロケットを用意していると表明した。ありがとうございます。